ございます。おはようございます。いやー、始まりましたね。始まりましたね。ハイワットホールの映像部門ハイワットプロダクションということで、まあ、番組やるにあたってだけど、もうろくな番組になる気がしないよね絶対ね。確かに普段もね、ラジオではちょっとだいぶトゲトゲしいのやってるんで、ちょっと番組はピースフルに行きたいなって思ってるんですけど。そうですね。まあ今何かですか。あ、これ味噌ホルモン昨日の夜ちょっと焼肉食べに行って、昨日から美味しかったんで、あまりにも今も食べてるんですけど、ちょっとね頑張っていきたいなって思ってるんですけど、とりあえず番組のタイトルも決まってないでしょ。そうだね。まずそこ決めなきゃなんないなって思ってたんだけど、どう、なんかこのロケーションでいいの思い浮かぶかな。なんか浮かばんよ。海だね。海だね。まあ今釧路に来てますけど、でもね、そう、番組タイトルもちょっと考えてたんだけど、その前にね、まずこうテーマ曲が欲しいなと思って、まだタイトルも決まってないんだけど、でやっぱりテーマ曲を作るにあたって新しいギターでも買っちゃおうかなと思って、でまずちょっとギターを買ってから考えようかなと思うんで、まずちょっと一緒にギター選びからいきましょう。ということでやってまいりました、島村楽器イオンモール釧路店ということで、ね、早速ねギターをね選んでいきたいなと思うんですけど、なんかねいろいろありますね。まずこれなんかはねオベーションっていう、俺がね高校1年生の時にね初めて買ったギターで、これちょっと色は違うんですけど、もう懐かしのギターですね。裏がねここ見えるかな、飛行機と同じ素材になってるんですよ。あ、ヘリコプターですね。ヘリコプターと同じ素材になってたりして、あとはね、あ、これねグレッチのホワイトファルコンっぽいランチャーっぽいアコギですけど、これグレッチのねこの指板のこのインレイがねすごく好きなんですけど、ちょうどほらここちょうど親指ぐらいの、どうでもいいですけど、あとこれねサイレントギターってやつで、ヤマハの、ヤマハはね攻めますからねこういうの、なんともこう不思議なギターなんですけど、こっちがねおそらくガットタイプで、こっちが普通のアコースティックギタータイプのやつで、インパクトありますもんねかなり。あとここら辺はねヤマハの FG シリーズが並んでまして、この辺なんかはねもう昔からの大定番ですから、女子といえば FG みたいなずっとイメージでしたけども、まあいろいろありますけど、続いてやってきたのがこちらですね。ここねもう見る限りの高級ギターコーナーですけど、ちっちゃい時とか高校生の時はまあ入れなかったもんね、おっかなくてね。なんかもうほら加湿器なんかも置いて湿度調整やってますけど、ちょっと入ってみたいなと思いますね。やっぱりどうせ買うならねいいギターがいいということで、あーこの辺なんかねギブソンの名作中の名作 J45 ですね。22万っていう、すごいな。これ上に行くと J50 ってギブソンのね32万ってありますけども、ギブソンがあったり、
マーチンがあったりね、ヒストリーがあったり、いろいろありますけど、まあ、そんな中ね、このテイラー、今回ね、テイラーっていうね、メーカーのね、あのギターが欲しいなと思いまして、いろいろちょっと考えながらね、実はね、以前訪れまして、欲しいギターを実は選んだんですよ。で、今回それを用意してもらって、置いてもらってます。それがこちらです。じゃん、これテイラー GS ミニというねギターでして、あのテイラーのグランドシンフォニーっていうボディシェイプのスケールダウンさせたギターで、これ結構ね、持ってみると分かるんですけど、でも普通のギターより結構小さめなんですよ。大丈夫かな、ウクレレみたいになんないですかね。俺のボディサイズに合ってるかどうかちょっと微妙なところなんですけど、そう、このテイラー GS ミニというギターがですね、いいなと思いまして、でこれコア材を使ってまして、ハワイアンコアという、木を使ってまして、同じ柄が2本とない、一点物、柄に関しては一点物のギターなんですけど、今回ねちょっとそれを買おうかなと悩んでるんですけども、まずはねやっぱり音が大事なので、音を弾いてみて、確かめてみたいと思います。あ、すごい、ボディサイズの割には結構ボリューム出るな。これ今アンプつないでるけど、これでも生音でも結構こう前に出るような。あとこのボディの裏がなんとアーチ状になってまして、アーチトップギターの裏みたいな感じで、そう、これがあのボディが小さいのに音が大きくなる秘訣だそうで、あと今までのテイラーだとここにベーストレブルボリュームの3点だったんですけど、今回からここになりまして、トーン1点とあとボリュームとあとチューナーがつくようになって、これがね非常に待ち望んでたあれなんですけど、そう、ピックアップ自体は ES2 ってやつで、すごくいい。うん、買いましょう。気に入ったテイラー GS ミニ購入します。こちらのテイラーのエリアコとアコパラの2線合わせまして、お会計が107,568円になります。ちょっと待ってくださいね。何もできない。借りてほしいな。
これ微妙足りないんじゃない。いやでも ATM はいということでゲットしました。ニューギターテイラー GS ミニということで、でこれをゲットして、さっき店員さんにと話してて、今日アコパラっていうイベントがあるということで、これを今日買ったこのギターで、出場したいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。無事に終わりましたね。なんとかもうどうなることやろう思ったけど、だいぶピースフルだったね。かなりね、角も立たずに、うん、そうだね、まあ、なんせ島村楽器さんからね、店の印象が悪くなるようなことはもう言わないでくれ、絶対。まあもちろんもちろん言われてたね。まあでもおかげさまでね、このいいギターにも出会えたんで、うん、やっとちょっとテーマ曲を作れるかなと。もうバッチリ、ちょっと真面目に作ろう。真面目にそこはもう言ったって真面目にやろう。そうだね、いい曲、毎回オープニングでみんなが涙するような最高の始まりから泣いちゃうっていうパターン、うん、バラード曲みたいなちょっと作りたいなって思ってるんで、根室帰って早速作ってみたいなと思います。 OK、 ハイワットプロダクション新番組、皆さんよろしくお願いします。よし、うん、はい、どうも、信号マーティンです。つい先日ゲットした、テイラー GS ミニがやっと手に馴染んできたんで、そろそろ曲を作りたいなと思うんですけど、まあ、せっかくのテーマ曲なんで、ちょっとなんかこうのんびりとしたブルーグラスというか、なんかこうカントリー調に曲を作っていけたらなと思うんですけど、
けで、ハイワットプロダクション新番組テーマ曲できました。次回の放送ぜひお楽しみに。